時刻は15時を回りました。市民の皆さん、こんにちは。お世話になっております市民の後輩ですのお時間となりました。山内さん、こんにちは。はい、こんにちは。久しぶりですね、ここのビースター。ビースターも久しぶりだし、放送も久しぶりですね。そうっすか、生放送でも前回生放送ですよ。そっか、両さんの場合2週間に1回だから。そうそうそう、久しぶり感はない。1回飛ばしてしまうと1ヶ月ぶりになるんですよそう、そうなんですけど、でも前回飛ばしてしまったので。はいはいはい。そう、その前誰が来てたっけな、ちょっと覚えてないんですけど。誰だったっけな。あ、あれだ、同窓会の、普天間高校の。そうそうそう。二人ですね。そう、それ以来だ。その前が、あれだ、占いの人。あー、そうですね。あれ、年末で。そうそうそう、年末にアズが来て。そうだそうだ。うん、いや、実は、この前、10連休の、12、13の1泊2日で、はい、プライベートで宮古島に行ってきたんですよ。おお、なんか珍しいっすね。はい、なんかノリで、はいはいはい、あのダブル成人式のメンバーで、はい、まあ、2人で飲んでる時に、はい、まあ、ちょっと宮古に行ってみようかみたいな感じになって、うん、はい、でそこに便乗してきたのが、あの、うん、平川美香、わかりますか。はい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 、平川のおじさんとかで、うんうんうん、で彼女も行くってなって、楽しそう、行ったんですけど、まあ、彼女と飲むのは2回目だったんですけど、うんうん、あの、そのままです。プライベートも。あのテンション。あのキャラクターなんですよ、ずっと。電池切れしないんだなと思って。ある意味やばいね。めちゃくちゃでも、あの、僕も結構酒飲んだらおしゃべりというか、はいはいはい、まあ、場を回すタイプではあるんですけど。まあ、テンション高いですよね。はい。そうなんですけども、うん、彼女がいたら、はい、俺が喋ってる時間がもったいないと思うぐらい、ずっと彼女を見ていたいぐらい、話を聞いてたいぐらい、めちゃくちゃ面白かったですよ。なるほど、そんなに。帰りも、うん、宮古島地島港だったんですけど、はいはいはい、まあ、少し、いいね、番組があるっていうことで、僕なんかよりも早い便で帰っていったんですよ。それで空港に送るときに、はい、この伊良部島の途中に、下地島空港に行く、うん、途中にゴルフ場があって、はいはい、で彼女はその送る車の助手席に乗ってるわけなんですよ。はい、あ、いい天気だなーとか言いながらゴルフ場を見て、いいね、この天気の中でゴルフやってるの楽しそうだねーって話しながら、いきなり何かと思えば、うん、いきなり大きな声でおーいって声出してカートに乗ってるおじさんたちみんな見てるんですよ。おーいっつかで身乗り出して手振っていや、おじさんたちからしたら何なんだろうみたいな感じじゃないですか。本当に結構こういう行動というか、面白い人だなって思うのが。面白そうですね。いいね。完全プライベートだったんですけど、まあ、酒飲んで、うん、まあ、宮古でも、ちょっと人が人を呼んで、最終的には10人ぐらい呼んでましたね。ただ、出張でいろいろ行くイメージがあるじゃないですか。はいはいはい。なんか、プライベートで行くっていうのが、なんか話聞くのが、なんか珍しいというか。はい、そうですね。ね。はい。なかなかないっすよ。ないっす。でも今回だから、このダブル成人式メンバーで行ったんで、うん、宮古でダブル成人式に来れなかったけど、うん、あの、協賛品を出した人たちがいたんですよ。はいはいはい、まあ、その人たちにお礼も兼ねてっていうところで、まあ、私の目的はそれはあったんですけど。いいですね。いやー、結構楽しかったです。いいね。はい。まあ、今日は特に話することもないので、この後は話することもないので、つったらあれですね。まあ、この後もまあ16時まで、ね、はい、皆さんからもコメントいただけたら、まあ、はい、それもバンバン拾いながら話していけたらなと思っております。はい、この後16時までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。ツイキャスでのコメントもお待ちしております。メールアドレスは、797@fmqno1 何でしたっけ .com でございますですね。はい、メールでもツイキャスでもコメントいただきますようお願いいたします。この番組の提供は三協同税理士法人ティーダ社労士事務所の提供でお送りしております。じゃあ一旦 CM です。まあ、あれ見とけばいいんですか。ってことはじゃあつけなくていいんだ。どのタイミングでも、まあ、あれだけで見てどこかちょっと聞こえないかな。いいね。
カシランドさん、そしてタミーさん、高間さんのコメントを拾っていきます。はい、今日自由会、フリートーク会なので、皆さんのこのりょうさんに対する質問とかね。そうですね、お頭ランドさんはね、もう宜野湾だから、うん、もうこんな宜野湾にしてくれよ議員さんみたいなこれを機会に、うん、でもこの辺ちょっとでもやっぱ難しいですよね、うんうん、確かにそうなんですけど、僕なんか、まあ、厳密な話執行権持ってないので、なんかこれが そうなんですよね、まあ、難しいところではあるんですけど、まあまあ、もちろん尽力はするんですけど、そうそうそう、これね、りょうさんが、あ、これ確かになと思えば実際動いてくれますので、そうです、りょうさんはね、はい割と身軽に動いてくれるので、はい、身軽すぎていろんなもの引き受けすぎて、もうタスクが溜まって何なのかが分からなくなるんですね今もそうです。あ、市議会議員は秘書つけれないんですか。つけれないではないですけど、つけるほどの保守はないです。あ、そうなんだ、はい、お世話になっております市民の後輩です。今日はゲストなしで、はい、フリートークでやっていきたいなと思ってるんですけど、はい、コメント紹介しますか。そうですね、はい、高橋さん、又吉さん、こんにちは。こんにちは、私沖縄に戻りますよということです。あ、居住を移すってことですかね。はい、おお、すごい、なるほど、一大決心じゃないですかね。一大決心ですね、うん、いつ頃なんですかね。いつ頃ですか、高尾さん。ぜひ、いろいろと詳しいことを教えてください。そうですね。うん、あ、夏頃って。夏頃。夏頃。うん。これ、すごくないですか。一応、高尾さん多分50ぐらいなんですけど、はいはい、それで、仕事も帰ってこっちに来るって。あ、仕事も帰るんですね。うん。あ、夏頃ってことは、じゃあもう、あれですね、来シーズンの浮いて待てはもう高尾さん一緒にやってくれる。確かに。はい。もう来シーズンちょっと浮いて待てがもうすごいことになりそうなんで、はい、もうそこは推測できてるので。あ、そうなんだ、はい、あ、まあその話も少しやっていきましょうね。そうですね、はい、そしてお頭ランドさん、こんにちは。お頭ランドです。床剥がしお疲れ様です。あ、はい、これからも綺麗な宜野湾市にしてくださいね。そうですね、まずは綺麗な宜野湾市にする前に FM 宜野湾を綺麗にしないといけない。そうそう、昨日もね今日も実はりょうさん手伝ってくれて床剥がし、はい、腰も膝も、膝ですね、僕は。あの、膝負けっぱなしでやるじゃないですか。あの、ヤンキー座りでずっと、ガリ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 やってるんで、膝が痛くなりますね。あのね、手伝ってくれて、もう本当嬉しいです。男手がね、やっぱ必要だから。ですね。嬉しいですね。ありがとうございます。力入れますからね。うん、地味な作業だけど。地味なんですよね。はい。そして、タミーさん、こんにちは。はい、平川美香は、サンミュージックの所属だったよね。うん、確かそうでしたね。はい。で、6月の県議会議員選挙に知り合いが出馬予定ということです。え、誰ですかね。ああ、そうなんですね。タミーさん、ウルマシだから、ウルマシだから、ウルマシでのあれですかね、そらく、はい、さあ、高尾さんから来てます。はい、2024年、推しのカープの予想順位は。あ、もう優勝ですね。って言いながら、僕、最近カープの新入団選手とか全然わかんないんですよ。スタメンとかも。ちょっと、熱さ、冷めてるんですか？なんなんすかね。冷めてきてるんじゃないですか？あの、DNA。違います。おうちに来て。違いますもん、おかしい。あ、そうだ。そこ、当然、違いますって言ったらダメですね。そうそうそう。あの、ギノマン主義として。あの、おうちにテレビを置かなくなったんで。ああ、そうなんだ。だからもう野球中継を見なくなったんですよ、完全に。はい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 。で、野球中継を見なくなったらスポーツニュースも見ないじゃないですか。うん、うん。で、新聞だけで追っかけてたら、順位だけが見ててみたいな。で、どの選手が何番打ってて、どんな今日はホームラン打ったとかも見ないんで。はいはいはい。なんかだんだんそうなんですよね、見なくなってはいるんですよね。なるほど。ただまあカープはまあ応援します。この前も、昨日、おととい、元カープのキャッチャーだった白浜。はい。と、ピッチャーだった玉山。うん、今球団の職員になってるんですけど、まあ、彼らも一緒にちょっとステーキ食べました。すごい。お頭ランドさん、新 FM 議団になることで世界への発信が、うん、発信源が FM 議団になるはずなので、
コメント一つ一つが重要になってきますね、ということです。なるほど。これはもう FM ギノワンさんに対してのあれですね。まあ自由で、うちは。本当自由ですよね。誰が聞いても、どこにいても自由で。うん、はい、僕最近、うん、昔のアーカイブ見てたんですけど、はいはいはい、僕の番組の、はい。これ本当に自由だなと思ったのが、あの、沖縄プライムと私の番組を一緒にガッチャンコでここで収録してたじゃないですか。ありえんなと思って。ありえないっすよ、あれ。だから僕は騒いでたんですよ、一人で。あれありえんよって。俺が収録日取れんと思って、沖縄プライムの収録日に俺が乱入して、この収録を俺の番組でも使うからみたいな感じでやりましたからね。はい、普通やらないですよね。でもね、やっぱ面白かった、それが。発想がいいなって。どっちもゲスト、どっちも自分の番組のパーソナリティみたいな。そうそうそう、面白かったね。そして、はい、埼玉のごさん、こんにちは。あ、こんにちは。石ころちゃんも来ました。チーズ。おお、あ、石ころさんって、そう、手伝いに来てましたよね。そうそう。石ころちゃん、手伝ってる？サボってない？大丈夫？埼玉のごさん、はい、とりあえず、これなんて読むんだろう。そよぎ栄心。そよぎ栄心はいないよ。はい、あ、もう、そこはわかります。そよぎ栄心がいないよ。東でもいないよ。東でも。東で今、二軍、あ、一軍かな？バッティングコーチ。だったはずですよね。オマリーも町田もいないよ。いや、オマリーは広島カープじゃないですからね。オマリーは阪神？オマリーはヤクルトのイメージが強いですけど。ヤクルトか。うん、町田浩二郎ですね。変なボケしないでください。はい、よろしくお願いします。あ、オリックスのコーチ。ああ、オリックスのコーチになってるんですね、今。あ、そうなんですね。はい。そういう。はい。ことで、はい、今日は、まあ、ざっくばらんに話していくんですが、はい、まあ、少し、まあ、3月の議会も近いので、はいはいはい、まあ、議会の前に、ちょっと僕最近伝える力っていうのを、自分なりに研究してるんですよ。ほうほう。で、まあ、こういった時は、まあ、結構ざっくばらんにというか、うん、まあ、ゆんたく形式でやってるんですけど、うん、マイクを握って人前に立つ時に、はい、全く同じ文章を読んだとして、うんうん、僕と A さんが読んだとしても、はい、僕が言った時の方が伝わるっていうのをちょっと極めていきたいな。はい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 、これ文章で読むんじゃなくてなんですけど、全く同じ文言を言ったとしても、うん、僕が言ったものが伝わるっていうのを意識して、これ大事。まあ、ちょっとやってはいるんですけど、うん、最近ちょっとあの与党調整会議ってあるんですよ。はいはいはい、っていうのが議会の前に与党の皆さんを集めて、うん、今回こういった議案を上程しますよっていう答弁が来てやるんですけど、はいはい、まあ、その後に質疑を、まあ、受けるんですよ、うん、その中で僕がちょっとあまりにも細かすことを言ってですね、はい、これが全く伝わらずに部長があのちんぷんかんぷんな答弁をしたんですよ。でもこれ思ったんですよ、はい、僕の伝える力が悪かったな。これあのものすごい頭のいいというか頭の切れる部長さんなんですけど、はいはいはい、全然僕が聞きたいことと違うものがちんぷんかんぷんっていうのは要は言ってることが間違ってるとかじゃなくて、はいはい、僕が伝えられていなかったなっていうふうに思ったんですよね。はいはい、その、まあ、その内容ちょっと細かいかもしれないですけど、はい、いいですか。あ、どうぞ。細かい、はい、分かりやすいようにちょっと話をしたいなと思うんですけど、はいはい、一括交付金っていくつかの種類があるんですよ、ね、はいはい、そのうちのソフト交付金って言われる、うん、市町村に振り分けられる、はいはい、まあ、一括交付金があって、はい、であれって、まあ、じゃあ宜野湾市にこんだけ浦添市にこんだけっていうふうにそれぞれ市町村に分けられるんですけど、はい、12月1月頃に、はい、それぞれの市町村が使い切らんかった分、はい、っていうものが沖縄県の方に報告が上がるんですよ。で使い切らなかった分、使い切らなかった分、はいはい、で上がってきたらやっぱり、うん、まあ一括交付金を国からいただいているものですから、はい、予算執行したいじゃないですか、はい、してで集まった分を、じゃあどっかもっと使いたいですよっていうところが、はい、まあ、手を挙げると、はい、で宜野湾市は2年連続で、まあ、このよそから集まったものの残余を宜野湾市はもらったんですよ。あ、はいはい、なので今回の3月議会の補正予算に、うん、当初予算じゃないですよ、補正予算に、うん、4億とび800万の歳入、はい、県から一括交付金として入ってくると、はいはいはい、4億800万入ってくるんですよ、はい、で4億800万入ってきたら、はい、じゃあこれに入ってきたお金に何に使うんだろうって思ったら、うん、普天間基地の
土地の先行しとく。おお、はいはい、するためのお金に基金に積み立てるっていう事業があるんですよ。はいはいはい。でそこに計上されたのが4億1600万。はいはいはい。多いんですよ、うん、要は4億800万入ってくるのに4億1600万計上してるんですよね、はい、あれって思って、うん、っていうことはですよ、うん、県からもらったのこんだけだけど、うん、宜野湾市で同じようなこれを財源とした事業に余りが出た分をかき集めてその分を作ったのかなって。その800万ぐらい。そうですね、はいはいはい。で財源って分かりますよね、うん。例えば、たけし君が500円の本を買うときに、その500円どっから持ってきたのってときに、はい、まあ、お父さんから200円、お母さんから200円、自分の貯めてきた小遣いから100円って言ったら、財源の内訳が、はいはいはい、お父さん200円、お母さん200円、うん、自分の100円っていう内訳なんですけど、この財源の内訳が、うん、になって、一括交付金を財源とする事業を全部調べたんですよ。はい、どっからかき集めてきたのかなって、うんうん。で、かき集めたイコール、その事業執行が 100% はやってないってことじゃないですか。はいはいはい、はい。余っちゃったってことってこと。そうそうそう、うん。で、最初はその観点から見たかったんですよ。うんうん、例えばこれが 10% しかやってない事業だったら、うん、なんでここだけ、こんだけしかやらなかったの、はいはいはい、っていうふうに突っ込んでいけるかなと思って、うんうん、他の事業を見ていった。はい。ですよね。うん。って言ったら、まあ、大してこんな極端に低いっていうのはなかったんですけど、はいはい、でもこれプラス、市民会館の改修工事の事業も、はい、その、5000万ぐらいかな、5400万ぐらいあって、うん、要は4億1600万と5400万ぐらいを、はい、そこに使ったんで、結局4億7000万になったんですよ、トータルが。一括交付金が。はい。はい、4億800万しか入ってないのに、うん、4億7000万財源組んでるんですよね。あ、一括交付金。はい。ということは、はい、トータルで5400万ぐらいですか。あ、違うかな。まあ、6400万ぐらい、はいはい、6400万宜野湾市でやってる事業を削ってるんですよ。なるほど、はいはい。で6400万の事業なんだろうって調べていって、それを全部足し算したんですよ、はいはい、足し算したら数字が合わないんですよ。おお。で数字が合わなかったので、はい、この金額が180万6000円合わなかったんですよ、うん、僕その時携帯でスパッと出して計算機でやっていったんですけど、はい、180万6000円合わないと、うん、それを通ったんですよね、はい、180万6000円お金が合わ、はい、数字が合わないんですけど、はいはい、なんでですか、うん、っていうのを聞いたら、うん、全然違うポイントが返ってきて、うん、でも、ね、こういうふうに今説明したように事細かにはできないじゃないですか、うんうん、銀行では、はい、でこれ4億800万入りますよね。回収工事これですよね。積み立て事業これですよね。で他の事業の削っていった分全部計算したら180万6000円の差異が出てるんですけど、うん、っていうようなお話をしたら、はい、全然違うのが入ってきて、うん、後日財政課の方から行かせますのでみたいな感じになって、はい、まあ、説明に来てくれて、うん、まあ、結局その原因が分かったんですけど、はいはい、まあ、財源組み替えの数字を載せていなかったっていうこと、うん、で、まあ、実際に上がってくるものの中には180万6000円の差異がないとか出てくるっていうところなんですけど、はい、伝え方がめっちゃ悪かったなと思って、うん、多分あの伝え方だったら部長以外の人も議員も多分誰一人理解できてなくてなるほどっていうのがあって、ちょっと反省しながら。はいはいはい。でもなってますね、難しいですよね。伝え方って、じゃあ、うん、コネってほら、時間あるときは100伝えられて、うん、まあわかるじゃないですか。今わかったんですけど。うん、でも、これ100いったら、10、うん、まあまあいや、10いったら、うん、くどいときがあるじゃないですか。はい。これ難しいですよ。うん、これラジオでも難しいです。はいはい。要するにくどいっていうのは同じことを何回も言ってるくどい、同じことを何回もじゃないかっていうか、この例えばじゃあ今の話で言うと、はいはい、一括交付金がわからない人にも説明しないといけないんじゃないか。なるほど。とりあえず一括交付金があって、うん、で説明しはぶったじゃないですか、はい、でもそこまでやらないといけないのかなとか、うん、だからそれを説明しちゃうとくどくなるとか。くどくなるとか、うん。でもこれは説明しないといけないことかもしれない。一括交付金はみんな知ってるからいいけど、うんうん。ってなったら、話がまたあっちこっち行って、さらに結論行くのに。遠回りしちゃう。遠回りしちゃう。だからどうするか。これ、ね、あれなんですよ。結構難しいです。うん、最近も、
なのでこの浮いて待て、うん、ちょっとおかしランドさんから浮いて待てのあれが出てきてるんですけどはい、はい、この学力向上の発表会があって、うん、ちょうど浮いて待ての実践発表したんですよ、はい、で、まあ、その時には前の事例発表、うん、まあ、小学校と中学校の事例発表までに、はい、まあ、地域枠で我々がやったんですけど、はいはい、やっぱりこの2つの枠のところは、うん、まあ、パワーポイントでスライドを出して、はい、で、まあ、原稿を読んで話をしていくっていうような感じなんですけど、うん、僕なんかやったのがもうスライドはめっちゃ簡単な、もう見て5秒で全てを読めるぐらいの文字数、はいはいはい、で、あとは僕が喋ってるっていう感じでやってるんですよ、はいはいはい、でもその回あってか、うん、この時はやっぱり結構伝わったと、はいはい、で、あのエネルギーも伝わってっていうのがあったんで、で、まあ、終わった後とか結構、まあ、いろんなところ校長先生だったり、うちでも見てもらって来年やってくれませんかとかっていうような、まあ、必要性を感じてくれたっていうことは、まあ、それはしっかり伝わったかなっていうのは、うん、感じましたね。難しい、難しいです。あの、コツが分かったらぜひラジオに教えてください。いや、多分これはコツが分かったら、でもずっと多分ブラッシュアップするもんですよね。ここ結構回ったったりとか、うん、この単語と単語の間に、うん、あえてこう間を置いて、はいはい、次何を喋るんだろうっていうようなものとか、あ、で前まで早口だったので、うん、ゆっくり喋る努力もやったんですけど、うん、癖なのでできないんですよ、はいはい、でも逆に決めたのがこの部分を早口で喋ろうって決めたら、はい、さらに早口になったっていうのができないじゃないですか、はいはい、だからこの部分を早口で喋るために、うん、他はペースを落とそうになるんですよ、あ、はいはいはい、っていう術は少し身につけられたかな、難しいね、他をゆっくり喋るっていうふうにやると、はいはい、全体をゆっくり喋るっていうのが結構難しくて、はい、癖なので、でも間は大事かもしれないです。そうですね、ラジオやってて思うのが僕間は嫌いなんですよ、うん、だからラジオでそれを培ったかなんか知らんけど、はい、普通の人前で喋るときも、はい、大勢対一みたいな、はい、時があるじゃないですか、はい、その時も間を嫌って、うん、結構喋るってたんですね、焦って、なるほど、そしたらやっぱりね、なんか違うなと、うん、で最近は別に間を恐れず、うん、なんだっけみたいな、そしたら僕のキャラも分かってくれる気がするんですよ、はいはいはい、間って大事だな、うん、でも、ま、僕は全然下手なんですけど、その、うん、あれ喋ってて全然僕が意図したところで受けてくれんし、うん、もうただ滑りするからもうちょっとねこれ受けるちょっとでいいから一個でいいから受ける技術を身につけたい、なるほど、だってラジオやってますっつって、はい、じゃあ喋ってください、うん、何も笑い取れない、もうきつくないですか、確かにそうですね、ラジオをやってたらやっぱそのなんだろう、ユーモアとかいう、そういうのが求められてる気はしますよね。気するでしょ、はい。で、何もやってない人が前で受けてたりすると、もうこれは俺喋るの嫌になるんですよ。もうこの後嫌だ。僕はなんか最近逆なんですよ。うん、あの、喋りに覇王色、覇王のオーラを出したいんですよ。何か喋るぞっていう。はいはい。なんだろう、一言目に喋るときに何を喋るかっていうのを考えたりとか、最初に緊張感を与えるんですよ。はいはい。でなった時に閉まった状態で、うん、ちょっとまあユーモアのある一言言ったらあの緩むというか心が緩むというかくすぐ笑っちゃうみたいな、あ、ちょっとだからハードルを、ユーモアのハードルを下げるんですよ、ってなったら、でもその分緊張感を高めるっていうハードルは上がるんですよ、はいはい、結構でも最近はこの手法っていうかあの、まあ、僕の場合は聞かせなきゃいけないっていうのがあるので、うん、楽しい話だったねっていうよりは、うん、マイク持つときはこう真剣に聞かせる集中力を持続させるっていうのが結構目的、まあ、子供たちと話するときと、はいはい、議場で話をするとき、うん、ってなってくるといかに覇王のオーラが出せるかなっていう、それに喋りにどういうふうにこの自分の話の仕方にどういうふうな覇王色を持っていけるかっていうのは、あ、面白いね、めっちゃ考えます、うん、ちょっといろいろやってみようでもラジオをされて、まあ山口さんはあれかもしれないですね、ラジオを押さえてるので覇王をやっちゃダメなのかもしれないですね、うん、でも一回やってみたいなそれで受けたらもう俺それしばっかりします、あ、そればっかり、はい、まあ確かにユーモア あのハードルは下げです、ね、いきなり緊張感をバーンとちょっと怖い感じをイメージを持っていくんで、
緊張感を与えるのはどんな質問ですか？もう 無表情で入ってみたいな感じ。いい、じゃあどういったのからいいのかな。まあ今回浮いてまってのものをやったんですけど、大体ああいったところでプレゼンやるときとか、まあこの報告をするときで、皆さんこんにちは、浮いてまって沖縄です、こんな活動します、よろしくお願いしますから大体入ってます、僕は一言目最初にやったスライドがですね、すぐ2022年の沖縄県内の水難事故件数をしたんですよ、でそのうち、子供たちが何名被害に遭った、で何、そのうち1名亡くなった、で去年はこんな事故があったよね、どこどこで、大島で、名護市で、元部長で、石垣で、読谷でっていうようなものを初めにコロッと出したんですよ、もうよろしくお願いしますとか浮いて待てですとか一切言わない、最初のストライド一発目でパーンって出して、2022年沖縄県内の水難事故件数は何件、あもう最初でこれが一言目です、一言目、はい、すごい2022年が一言目です、で、うん？ってなるじゃないですか、で、何の話をするんだろう、結構ナーバスな話かなっていう風な雰囲気に持って引きつけておく、これ面白いな、なんか中段の、普通だったら皆さん多分これ中段ぐらいに入れる内容なんですよね、こんなことをやってます、やった理由としては背景にこんなことがあって、こんなことがあって私たちは立ち上げました、今こんなことをやってます、でも実際にはこんだけの水難事故件数があります、大体4段目ぐらいかな、ちょっとやってみるか皆さんラジオ知ってますか？そうですね、コミュニティラジオっていうのがあるんです、はい、皆さんご存知ですか？あのどこから、あ、そうですね。じゃあ僕が僕がラジオの、ラジオ局をやってて、ラジオのラジオ局の、はい、まあ、運営している人の講演とかセミナーとかから、どうかな、一言目に言うのは、皆さんは災害が起きた時どこから情報を収集しますか？あ、いいね、テレビ、新聞、ネットっていうような問いかけをするかな。はい、皆さんの中にラジオという選択肢はありますか、っていうような真剣なモードで話をしていくので、で他の、情報ツールよりも優位性をそこの、その次に話していく、でそこに自分なんかは命を懸けてるっていうような情報を伝える側で、そんな中で、まあ、そこの、その情報の信憑性を、まあ、確立するためにいろんなパーソナリティさんがいて、いろんな番組があって、いろんな人が聞けるようなあの土壌を作っていってるところです、でそんな中で楽しめたらっていうような、なるほど、だから必要性、重要性っていう危機的状況においてラジオがどういったものなのかっていうのを伝えたら、それは緊張感の作り方になるのかなって、今パッとそれいいねちょっとやってみよう、コメントも拾っていきましょうか、なんかすいません置いてけぼりにしてしまってます高橋さん、はい、前提の知識は必要ですね、素人は。あ、そうですね、あ、一括交付金の話ですね、おそらく、昔なんですが、ケーキを伝えるときは見た目から匂いへ、最後は味を予想させられるかで見せております。なるほど、まあ、ショーケースの中に入っているので、あれですね、まあ、最初見た目からですね、で匂いのイメージ、味のイメージに変わってきますね、なるほど、伝えるの難しいよね、うん、高橋さん、お笑い芸人じゃないんですか？確かに、でも受けたいんだよね受けたい、わかります、ね、しかもさ、ラジオっていうハードルがあるからなんですよ、別に俺ラジオじゃなかったら受けたいって思わないと思うんです、はい、